海軍本部は一層緊張感を増し、マリンフォードの港には各地で名を上げる屈強な海兵たちが続々と着工。正義の名を持つ全ての戦力が海軍本部に集結していた。一方、聖地マリージョはすでに招集された七部海の海賊たちにも戦闘陣営が伝えられるが、いずれも手に余るくせ者ぞろい。ただ一つだけ理解できることは、彼らが一丸となって戦うことはまず考えられない。